はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのは、こちら、はい、ワンピースから、私の大好きなゾロですね。はい、そちらの造形物語ということでね、スペシャルカラーバージョン、はい、黒いね、黒バージョンですね。はい、これね、緑のやつが、基本カラーなんですけれども、今回はね、なんで黒かって言ったら、いやむしろね、もうこのフィギュア自体は、スルーする予定だったんですけれども、ね、この黒のカラーリングを見たらね、めっちゃかっこよく見えて、で思わず購入してしまいましたね。はい、いやー、緑よりやっぱこの黒のカラーリングの方がすごくかっこいいんだよね。うん、だから思わずね、買っちゃいましたね。うん、なんでもね、期間を決められて、この造形師のね、鈴木さんっていう人がね、これ、その期間内にね、作り上げたっていう努力作ですね。はい、結構これはね、まあ YouTube でもね、検索すれば出ると思いますけどね、造形師物語っていうのでね、ドキュメンタリーとして、やってますね。はい、これはね、いや本当ね、このね、ドキュメンタリーを見るとよりね、このフィギュアの良さっていうのが分かってるか来るかもしれないですね。うん、はい、ということで、今回はこちらをご紹介したいと思います。ではね、箱から出した状態で、見てみたいと思います。はい、ということでね、箱から出した状態です。はい、でまずね、こういう感じで、頭部で、これが体ですね、上半身で、下半身で、まあゾロ特有のね、肩のパーツが小分けで入ってますね。はい、はい、こういう感じですね。はい、ではね、実際に組み立ててみましょう。はい、ということでね、実際に組み上がりました。はい、こちらです。じゃじゃじゃんとね、いやーもうかっこいいな。いやーもうやっぱゾロはかっこいい。いやーこの角度めっちゃかっこいい、これ。いやね、カラーリングはやっぱね、黒っていうのは珍しいからね。実際あのね、劇中は緑ですけどね。いやー黒はかっこいいな。渋いね、やっぱり。まあ、ゾロって緑ってイメージがあるからね。うん、やっぱこう黒っていうカラーリングが珍しいのかな。でも頻繁にね、黒着てほしいね。うん、いやめっちゃかっこいい。まあこういうね、ちゃんと造形とかもね、ほんとすごい、なんか期間決められてギリギリで間に合ったみたいですけどね。いやなんだかんだやっぱ造形師さんはすごいですね。うん、こういう傷とかもねすごい丁寧に作られてね、うん、よう期間内に間に合わせれましたよね。うん、で顔ね、うん、いやいい、すごくかっこいい。このカラーリングは欲しかったんですよ。通常カラーは、うん、あんまりかなと思ったんですけどね、スルーしてたんですけど、まさかこういうカラーリングが出るとね。うん、いやこれはすごくいいわ、かっこいい。でなんかね、こういうね付属のパーツがありますけど、これはね、自立が困難な時にね、ここら辺になんかこうかましてね、固定して、立たせることができるみたいです。それもね、気が利いてるのかね、
普通のああいういつものねなんか透明なああいうのじゃなくて、ちゃんとしたなんか背景に溶け込むようなね、こういう台座になってますね。凝った作りですよね、いや実に素晴らしい。はい、一応ね、まあこういう感じで立たせられるっていうね、はい。で、まあ、箱を見るとね、こういう感じでね、作業工程とかすごく、分かりやすくなってますね。で、針金は使わずに、芯もスカルピーで作ることにしています。まあ、スカルピーっていうのが全然分かりませんけど。皆さんね、気になったらこの造形物語っていうのでね、検索してみてください。このね、鈴木さんのね、超こういう感じのドキュメンタリーが、見れますんでね、はい。まあ一応ね、こういう感じで、今回、ソロをご紹介させていただきました。またね、他のフィギュアは入り次第ね、逐一、紹介していこうかと思っておりますんでね、ぜひ、チャンネル登録または、いいねよろしくお願いいたします。では今日はこれにてご視聴どうもありがとうございました。はい、ちょっとおまけということでね、実はね、この、自分のね、年ではすごく、まあ、珍しいんですけれどもね、最強ジャンプ、こちらをね、普通に本屋さんで買いに行きました。買いに行ったんですね。たまたまって買ったんじゃなくて、これを目当てに買いに行きました。まあ、なぜかというとね、まあ、もろにも出てますけどね、今回ゾロの付録が全部ゾロみたいな、こういう感じで、まずゾロがね、このロロノアゾロ最強剣豪コミックっていうのがついてるんですよ。いや、これがすごい読みたくてね、これ目当てで行きましたね。うわ、かっこいいわ。で、おまけでね、ここら辺にね、まあ、ドラゴンボールのカードもついてますしね。まあほとんどがもうゾロですね。もうシール、あとポスター、はい、そこら辺がもう入ってるんで、僕ねこれを目当てにね、わざわざ本屋さん行って、まあ、近くのコンビニとかじゃ売ってなかったんでね、はい、まあ完売しちゃったのかわかんないんですけど、なのでね、はい、まあ、近くの本屋さんに行って買ってきました。いや、これはね、ほんと楽しみですね。まあ、今ね、開けちゃう、見ちゃうとね、あれなんで、ネタバレになっちゃうんでね、皆さんもね、ぜひ見かけたらね、最強ジャンプ購入してみてください。まあ、自分はほとんどこう、見てないからよ、まあ、漫画読まないね、ほとんどね。付録目当てで買ったからね、まあ、ということでね、今回はこういう感じでね、おまけとしてね、ご紹介させていただきました。はい。